メモリスタ、またはメモリスター。英語、メモリスターは通過した電荷を記憶し、それに伴って抵抗が変化する受動素子である。抵抗器、キャパシタ、インダクタに次ぐ新たな受動素子であるので、第四の回路素子と呼ばれる。過去に流れた電流を記憶する抵抗器であることから、メモリスタと名付けられた。メモリスタの存在は1971年に、 レオン・チュアの論文で指摘されていたが、対応する物理現象が発見されず、メモリスタは長い間実現されることはなかった。しかし、2008年に、米ヒューレット・パッカード研究所により二酸化チタンの白膜を用いたメモリスタが開発され、第四の回路素子として注目を集めることとなった。記憶素子としては、フラッシュメモリより高速、低消費電力であり、 D ラムより安価で、省電力であるという性質を持っていると言われ、両方を置き換える可能性がある。面積あたりの記憶容量もフラッシュメモリと比べて2倍にでき、また放射線による影響も受けないというメリットがある。2010年4月には、メモリスタが論理演算装置としても使用できることを確認したと、HP が発表。演算装置と記憶素子を 単一のデバイスに統合できるため、より小型でエネルギー効率の良いデバイスを開発できる可能性が示された。HP は2020年までの完全な形での商品化を目指している。メモリスターは通過した電化と端子間の時速が関数関係であるような素子と定義される。ABC、HP が新発見、メモリスターで演算機能とメモリ機能を 投稿2010年4月9日 RBB Today 2014年11月19日閲覧ありがとうございます。